ニコラス・エドワード・オマリー、ニック・オマリーはイギリスのミュージシャン、アークティック・モンキーズのベーシストである。最初はドラムとギターを演奏するという野心が父親に拒否された後、16歳でベースを手にしたと述べている。アークティック・モンキーズに参加する前は、地元のガレージ・ロック・バンド、ザ・ダージムスでベースを演奏していた。オマリーは酔った、ふざけた態度で、 以前のダージムスバンドメイトとニコルソンに代わって同意してからわずか1週間後に手を握った。隣人の壁を越えて彼を引っ張った。それはかなり高く彼は彼の右手に着陸した。ダージムスの歌手フィリップ・グッドウィンはアングリー・エイプで言ったと引用された。しかし彼は彼の鉢手であるにもかかわらずそれでもベースを演奏することができ成功したツアーに バンドに参加した。オマリーはニコルソンが完全に回復するまで続くと予想されていましたが、ニコルソンがバンドから脱退したことで、オーマリーがバンドのフルメンバーになると発表されました。フルタイムのメンバーになると QTB とのインタビューでバンドに参加する前にバンドを知っていたと述べた。ありがとうございます。